EPIC レーシング急所エプシロン・ユースカディはスペインのレースチーム。フォーミュラルの3.5やルマンなど様々なレースカテゴリーで参戦している。2011年の F1 世界選手権への参戦を目指しているチームの一つでもある。発音上や文献によっては、イプシロン・ユースカディ、イプシロン・エスクーライ等とも呼ばれる。また、本拠地が所在するバスク地方の言葉では、 ユースカディではなく、エウスカディという発生の方が近いが、本校では日本で広く使われている、エプシロンユースカディとして記述する。1999年に設立。チーム本部は、バスク地方北部のアラバ県ビトリアガステイスである。チーム名のユースカディとは、バスク語でバスク地方の意味を指し、チーム名称は、その意味に由来する。現在のチーム代表は、 ジョアン・ビリアデル・プラットであり、彼は、マクラーレン、フェラーリ、ベネトン・フォーミュラ、ティレル、プロスト・グランプリ等の F1 チームで30年以上も、渡り歩いた。また、チーフエンジニアのセルジオ・リンランド・モラム、マーチ、ウィリアムズ、ブラバム、スクーデリア・イタリア、フォンド・メタルまで、1983年代から1992年まで、F1 チームのエンジニアとして活躍している。 エプシロンユースカリの参戦計画は2009年からあり、2010年の F1 世界選手権の参戦エントリーを6月3日に提出した。しかし FIA が同年6月12日に発表した参戦候補者リストの中には彼らの名はなかった。その後、BMW ザウバーの撤退を受け、13番目のチームの最終候補まで残っていたが、 その枠はロータスが認めたため、プシロにユーカス・ディは参戦、できなかった。2010年3月22日に、2011年の F1 世界選手権の参戦権獲得に向けて、再び入札をすることを発表した。5月には、FIA 会長のジャントッドが査察を兼ねて、本拠地に来訪する予定であったが、過密スケジュールのために、この来訪は実現しなかった。 他の候補が脱落してゆく中、FIA は8月13日に13番目の F1、チーム候補とされる3チームと面談することを発表し、その3チームの中にエプシロにユースカリも含まれていた。また、自社設計した F1 マシンにて、風洞実験を開始したことを発表した。マリオロマンチに係るフォーミュラルの3.5のマシン。2008年シルバーストーンにて、 ルマン二十四時間レースのマシン、イエイチ、イプシロニュスコディビカムズ EPIC、autosporlt.com、http コロンスラッシュスラッシュ www.autosporlt.com スラッシュニューススラッシュレポートドット php スラッシュ it スラッシュ九零五三三二零一1年四月八日閲覧。三チームが十三番目のフリット候補。 f1gate.com http://f1-gate.com ス,<ッ>スラッシュアザースラッシュ f14805 html2009 年9月12日閲覧エプシロンユースカディ2011年の f1 エントリーを申請 f1gate.com http://f1-gate.com スラッシュアザースラッシュ f16896 html2010 年3月22日閲覧ジャントットエプシロンユースカディ訪問は中止 f1gate.com http://f1-gate.com スラッシュフィアスラッシュ f17380 html 2010年5月5日閲覧 fia 来週13番目の f1 チーム候補と面談 f1gate.com h t t p コロンススララッッシシュュ f 1ダッシュ g a t e c o m スラッシュフィアスラッシュ f18695 html 2010年8月6日閲覧エプシロンユースカディ風ーテスト開始 espnf1http://ja.espnf1.com スラ、ja. ッシュ f1 スラッシュモータースポーツスラッシュストーリースラッシュ 25-03-html2010 年8月5日閲覧。ありがとうございます。